君の行為と表情が全て一つの推論を示しています。もしや君は俺と離れたくないのでしょうか。すがすがしいです。事件の捜査を早くしたいですね。次はもっと厄介な罪人に出会えるかな。俺の目つきはさらに鋭くなりました。これで罪を犯した者は身を隠す場所がなくなります。君に代わって空想を守護する仕事はすでに何よりも煩わしいです。それなのにまだ俺にさせたいことがあるのですか。すぐに改定しよう。出先で必要な人物と物証が全て揃ったからな。盗っ人と盗品は抑えた。これでこの事件は解決だな。君たちは逃げられない。いつかきっと俺が捕まえてやる。そして永遠に閉じ込めてやるからな。族ども、他にどんな手立てがある。好きなだけ試してみろ。観念しろ。この一撃で終わりだ。おとなしく罪を認めた方がいいぞ。大勢の者を集めたのはピクニックか。事件の調査にでも行きたいのですか。俺は一人で十分です。君はなぜ目を光らせて頬をあからめているのでしょう。何か言えないような罪を犯した後ではありませんよね。君、ここに来た以上はぼんやりと突っ立ってないで一緒に世の罪禍の証拠を研究しましょう。早起きの鳥は虫を食べられるのに、早起きの堀は捕まえられる犯人がいない。これはビューロンではないだろうか。夜は罪を犯しやすいです。君はそれが怖くて俺のそばにいるのでしょうか。なぜこれを俺にくれるんだ。本当に推理しただけか。ありがとう。けれどもしこのような時間があるのなら証拠を探すことに使ってほしいですね。俺に触れたことで君は少なくとも一つはいい結果をもたらしました。それは俺の帽子の位置を正したことです。この鎖は玩具ではない。俺の手を君の手と一緒に縛って楽しいか。その無作法な手は俺の体から何を探し出して罪を犯す者がいなくなる世を作る。それはそう簡単に実現できることではないでしょう。けれどもし実現できたら退屈になるでしょうね。この世にほころびのない罪など存在しません。見つけられないのは観察眼がなく分析を徹底できていないだけでしょう。俺一人で事件を捜査した方がいいという考えを撤回します。君は俺の良き相棒となるでしょう。シャーロック・ホームズシリーズはなかなか興味深いな。もし俺がモリアーティみたいな相手に出会えたら、うん、君に手伝ってもらいたいのですが、ホームズだって助手のワトソンを必要としてたでしょう。この先も俺のそばにいてもらえませんか。俺は誰にも君を盗ませないので。